やっぱ最初に行った1年2年と今っていうのはちょっと印象が変わっていて、最初はやっぱりねすごいなと思いましたね。こいつら同じ人間とは思えないっていうふうに思いましたけど、でも日本にいる時の方がもっとすごいと思ってたんですよ僕。あいつら怪獣だと思ってましたからね、ダディが。絶対怪獣だと思っていて、とても僕なんか行っても太刀打ちなんかできないって思ってたものが、行ってみると彼らはやっぱり人間だったって感じたんですね僕は。それでもやっぱりすごいですね、持ってるポテンシャルっていうのは。ただここがちょっと そこは日本人ってすごいんだなって。でもね、僕はね、ちょっと挟んで悪いんだけど、イチローさんと面白いと思った。多分矢沢も30ぐらいの時ははっきり言ってたんだろうな。ここがちょっとね、いや、そういや言ってたもん、俺も。ここがちょっとよろしくないよねって言うけど、今言わないもんね。で、それパッと見て、あ、今のそのシーンだけじゃなくて、節々にね、イチローさん、結構言うよねってのが、ポンポンポンとあるわけ。僕も同じ。海の向こうはもう本場中の本場。うわー、行くでしょ。すげえ。音出る音、なんでこんなすごいんだと。それで一緒に酒飲んだり、一緒にレコード作ったり、ライブの話になってやると、いろいろ見えてくるんですよ。目星のこととかなんとかってのは、欧米ってのはもうすごい進んでますからね。日本人みたいに言いたいことを言わないで、後でぐちゃぐちゃ揉めるっていうのは向こう逆だから、最初にピシッと言うからね、根越の話は。して決まったらもうあと仕事の話ってことははっきりしてますよね。だけどこっちも負けてないよっていうのがあるんですよ。それでもっとそれがもっともっと進むと、ちょっと待てよ、これクライアントは誰なんだい、クライアントは俺だと。あ、金を払ってるクライアントが一番イニシアチブを持つべきだって分かったりもするんです。である時ね、イエスのすごくはっきりしなきゃいけないじゃないですか、向こうは。それでね、ノー、ノー、ノーって言って、ノーをはっきり言うとね、尊敬してくるんですよ。尊敬の念を持って、尊敬なのかな、あ、普通にこう、あ、ちゃんと話さなきゃ通らないなってことが認識するんですよ。イチローさんが、いや、すごいんだけど、ちょっとここがね。いや、それはね、だから僕らがそこでカバーできるのかなっていうふうに思いますね。彼らがそれを使い出したら、ちょっとかなわないなって、それは今でも思いますね。日本人のやっぱ勤勉さじゃないですかね。それは外で行くと分かりますよね。もうこうやってオフにちょっと帰ってくるだけでも、迎えてくれますよね、航空会社の方が。こうやって、ありがとうございました。あの行為ってすごいなって思いますね。あれだけでいろんなことを感じさせてくれるし、いろんなことが伝えられる。僕日本の文化とかっていうのが、日本にいた時は全然そんなこと思ったこともなかったですけど、あっちに5年行って、日本が僕は大好きになりましたね。まず僕はシアトルというちょっと田舎にいるので、なかなか外に出て気分転換をする場所ってないんですよね。だから家の中でをどれだけ充実させるかっていうふうに考えると、多少やっぱり投資をしてしまうわけですよ、無理をしてでもね。結局その場所が快適にならないと気持ちよくグランドに僕は立てないわけですから、体のケアと同じように家のケアっていうのはやってる。で、それが結局50まで野球をやるために僕は大事なことだっていうふうに思っているので、それに必要なものだったら、ある程度無理をしてでも手に入れるっていうのが僕の考えですね。今向こうに何ヶ月ぐらい住んでますか？2月の終わりから11月わ、終わりぐらいまでですね。ほとんど向こそうですね、10ヶ月ですう。だっね。たら家いりますよね。それがアリゾナのキャンプ地だったり、シアトルだったりってなるするほんどですけど、ね。まあ僕は家にいないな。だから結局はホテルの方が落ち着くんだって言ってますけどね。そんだけ、まあ街から街、レコーディングスタジオだけど、どうかな、どちらにせよ、仕事やってんですよ。ぐっと一郎さんも矢沢も仕事やってんですよ。マイクバーン蹴飛ばして、もうめちゃくちゃ熱いじゃないですか。
もうあれが終わって幕が閉じた時に、ああしんどいなとかってないんですか？おバリバリそうめちゃくちゃ見えないとこってだってプールあのシャワー行くでしょ、はい、でポッといって背中ちょっと痛いなと思って、はい、背中クーッと当たったと血が出てるのね。だマイクターンで背中まともに打ってるのね。バーッと毎晩じゃないですけどカーンで痛いなと思って血が出てる、うん、内身だよね。ほんでシャワー浴びてもうぐったり。若い時はそれはもう30ぐらいの時はバーッ動かてさーって今日も飲みに行くぞって感じだったんですけど、いや これなんですよ。もうのあの頃またタバコもガンガン吸ってたからこれと飲みに行くって。今はねシャーシャワーでさーて今日はでいいステージの時はもうこのシャワーが妙に心地いいんですよ。今日はいいステージだったなみたいな。50代過ぎますと一個一個の仕事が渋くなりますからいいですよ、楽しみにしてください。それはでもそういう姿っていうのは見せないわけですよね。表に。もちろんもちろんまた見せる必要ないし、うん、だって、うん、オーディエンスは、うん、矢沢が56だとか51だとか関係ないですからね、うん、矢沢が30だろうが56だろうがいいから、うん、そんなこと関係ないの。もういいから俺たちと一緒に乗っけてよみたいな感じだから、うん、だから終わった後に思うんじゃないですか、うん、すごいステージだった。ところで矢沢って今50いくつなんじゃないっていうのが後で思うんじゃないですか。で本人は何かあったらもうシャワーでへばっちゃってるもん。だけど心地いいへばり、それはもう人に見せない。終わった後自分で感じてる。例えばそういう状態で街を歩かなきゃいけない状況になってちょっと足をじゃあちょっとでも引きずってるとするじゃないですか。でもファンの人が見てると思ったらもうしっかりと歩くんですか、そこは。まあ街は歩かないけど歩いたと仮定して、仮定すると、もうじゃあその時もう痛かったと、はいはい、膝が、うん、でも膝が痛いってやってらんないでしょうね。もう来た人たちもうちょっとピシッとしなきゃいかんし、やっぱりそうやっぱターンしちゃうわけですよね。ねえ、それしょうがないですよ、スターですからそこはすごい興味深い。僕は